私はね、将棋フォーカスをやってるじゃないですか。あ、宿題書かなきゃ。明日のメンバーの宿題、ありがとうございます。言ってくれて忘れてた。明日のメンバーはるいちゃんだっけ？あ、セイラ。明日のメンバーはセイラです。セイラへ。マーズの絵でも描いとくか。マーズ前髪どうなったっけ。まあロングヘアで、ここに、まず、ジュピターじゃない、マーズだよ。マーズ、セイラへの宿題なんだろう。なんかセイラだから葉月に告白とかしてほしい。あ、分かった。じゃあまず、ちょっとセーラームーン引っ張りすぎ。セクシーに一言、イケメン告白。葉月の好きなところ、セーラーマーズで、セーラーマーズになりきって告白セリフ言って。 セーラーマーズになりきって告白セリフを言って、はずきより。 OK、 じゃん。終わり。宿題お願いね、セイラ。はい、じゃあ前回のメンバーからの、前回の配信メンバー、向井葉月さん、葉月ちゃんからの宿題をやりたいと思います。宿題は、セラマーズになりきって告白セリフを言ってハートということで。わあ、久しぶり。 なんか、セラムーンの舞台をね、知らない方もいるかもしれないんですけど、その去年の秋に、こう乃木坂のメンバーが選手をやる、や、五選手をやって、そういうミュージカル「美少女戦士セーラームーン」っていうのに出させていただいたんですけど、その時のセーラーマーズだったので、あずちゃんがマーキュリーだったので、こういう宿題が来ました。なりきって告白セリフって、セリフがわからない。セリフ、どういうセリフ、なんかセリフの案が欲しいです、皆さん。 振り切ってほしい。いや、やるときは振り切れる女なんです、私。なるほど。ちょっと待って、今いいこと思いついた。いきます。もう宿題やっちゃいます。好きにならなきゃ、ハイヒールでお仕置きよ。こういう感じですかね。 はい、ということで宿題完了です。イエーイ。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 、やるしかねえ。